仏教の経典般若心経を現代語に訳した生きて死ぬ知恵です。これまでにない斬新な視点と詩的表現で大きな反響を呼んでいます。般若心経の訳に取り組んだのは柳沢恵子さん、67歳です。生命科学の最先端の研究に携わり、国際的にも注目された柳沢さんは31歳の時、突然原因不明の病に侵されました。長く続く闘病生活の中で、柳沢さんは般若心経と出会い、強く心惹かれてゆきます。そこには意外にも情熱を傾けてきた科学そのものの世界がありました。もう一番私の骨の髄に染み込んでいるのは生命の進化なんですね。生命がどうしてこの地球上に生まれて、どういう過程を通って人間ができてきたか、で結局人間とは何かっていうことなんですけれども、でそのことはもうこの般若心経の根本にあると思うんです。科学者としての視点に加え、生きて死ぬ知恵には柳沢さんの呼ぶ闘病の体験が色濃く投影されています。それは死を覚悟したこともあった壮絶な病との戦いでした。まあ、痛みとそれから心臓の苦しみとあって、ものすごく苦しいんです。でも横になっていられないんですよ。もうパタッと寝たと思ったらまた起きたい、起きてまた起きても苦しいからまた寝てっていう風で、もう本当に1秒が長いんですね。1秒はなかなか経たないんです。でも苦しくて苦しくて苦しくて、もう明日なんてとても考えられない。ブッダの深遠な教えに迫り、私たち現代人の心を捉えた生きて死ぬ知恵、病の苦しみの中で命の意味を問い続け、生命科学者としての思索を通してたどり着いた柳沢恵子さんの般若心経の世界です。般若心経はブッダの教えの根本が説かれている経典として、日本の多くの宗派で尊重されています。法事で読まれ、写経にも使われるなど、日本人に最も身近なお経の一つです。般若心経とは真実の知恵の根本となるお経という意味です。般若心経の元になったとされる経典、大般若経、仏教の根本概念である空について説かれた600巻に上る膨大なものです。般若心経はそのエッセンスだけを凝縮したもので、本文わずか262文字。生きて死ぬ知恵は難解とされる般若心経にこれまでにない独自の視点で迫った本です。31歳の時に発症してから現在まで、病院と自宅のベッドの上で過ごしてきました。病名は今もはっきりとは分からず、痛みや吐き気をかろうじて薬でコントロールする生活が続いています。
その痛みに飲み込まれないようにまあ、客観的に痛みを見るようにっていうのを心がけます。永遠の命に目覚めた人は苦の中にいて苦のままで幸せに生きることができるのです。わからないだけで それに気がついて自我を削っていきさえすれば誰でも幸せになれるんです。だからそれは私たちの希望であり、だからやっぱり幸せになって世界が平和になるには人間がそこまで成熟しなければならないと思う。人はなぜ苦しむのでしょう。本当は野の花のように私たちも生きられるのです。お聞きなさい、私たちは広大な宇宙の中に存在します。宇宙では形という固定したものはありません。実体がないのです。宇宙は粒子に満ちています。粒子は自由に動き回って形を変えてお互いの関係の安定したところで静止します。お聞きなさい、形のあるもの、言い換えれば物質的存在を私たちは現象として捉えているのですが、現象というものは時々刻々変化するものであって変化しない実体というものはありません。実体がないからこそ形を作れるのです。実体がなくて変化するからこそ物質であることができるのです。お聞きなさい、あなたも宇宙の中で粒子でできています。宇宙の中の他の粒子と一続きです。ですから宇宙も空です。あなたという実体はないのです。あなたと宇宙は一つです。真理を求める人は間違った考えや無理な要求を持ちません。無常の中で暮らしながら楽園を発見し永遠の命に目覚めているのです。永遠の命に目覚めた人は苦の中にいて苦のままで幸せに生きることができるのです。Thank you.